ホリデー CD ウェブサイトをご覧の皆様、こんばんは、リカオです。発売ついにしましたね。はい、はい、何が発売されたかというと、リカオのサードマキシシングルチェーンズオブカラーと、はい、DVD のそうですね、ツイタイトルチェーンズオブカラーの CD と DVD のツイタイトルが発売しました。このねチェーンズオブカラーなんですけど、はい、どういう曲でしょう。聞きどころは、聞きどころは、全部です。全部、はい、特に特にサトシ君のギターですね。いいですよね、サトシ君のギターを弾く顔ですよね。そうですね、はい、こちらはね、音とともにね映像も合わせてご覧になっていただければ、より一層リカオンワールドが楽しめるので、皆さんぜひぜひ新曲から聴き込んでください。それからですね、リカオンは、今月6月の27日に、名古屋 L のピッツオルでママのイベントがあります。はい、これはねチケットが第一選考第二選考どちらもソールドアウトして、非常に盛り上がるんじゃないかということが予想されてますので、皆さんぜひ遊びに来てください。はい、というわけで、チェーンズオブカラーよろしくお願いします。リカオンでした。ホリデー CD ウェブサイトをご覧の皆様、こんばんは、リカオンです。はい、というわけでね、こちらもついに発売日が来ましたね。はい、6月3日、はい、リカオンサードマキシシングルチェインオブカラー、チェインズオブカラー、チェインズオブカラー、3回サードメモしてる、はい、ついに発売しました。こちらね、もう3枚目なんですけど、シングルが今までレッドドラム、サッド&シックネスと来てね、今回すごい新しいことにたくさん挑戦しております。はい、なんで聞きどころをゆうきさんに聞こうかなと思います。この CD、この CD、特にサドシすごいいいと思います。はい、いや、ゆうきのボーカルの方がいいんで、僕はこの2人の喋りがダメだと思います。というわけでね、はい、サドマキシシングル、そうですね、今までリカオンを知らない人にでも、リカオンを知ってもらえるような入りやすい楽曲、はい、これを心がけて、かつリカオンの今までの良さを残しつつ、みんなで頑張って書いた曲なんで、皆さんぜひ聴いてみてください。はい、リカオンでした。